弦楽四重奏曲に長長は、セザール・フランクが1889年から1890年にかけて作曲した弦楽四重奏曲。フランクの創作期は3つの時期に分けて考えられる。父の孔明心に従うままビルトオーゾピアニストとして活動した第一期に、彼は室内楽作品として作品番号の1番と2番を与えられた。 ピアノ三重奏曲を作曲した。この時、フランツリストは若き作曲家の室内楽曲へ助言を与え、それから約40年後にサントクロチルド聖堂でフランクのオルガン演奏を耳にした際、どうしてあれらの三重奏曲の作曲者を忘れることなどできようかと述べたとされる。しかし、もっぱら、オルガニストとしての職務をこなした第二期には、 室内楽曲に目立った作品は残されなかった。今日、フランクの作品として知られる、傑作群は1876年以降の第3期に生み出されている。室内楽の分野にも、ピアノ五重奏曲、バイオリンソナタそして、弦楽四重奏曲がこの順に生まれており、それぞれが結出した作品として知られている。フランクはこの後さらにもう一曲のバイオリンソナタの構想を練っていたが、 それは彼の死により実現することはなく原楽四重奏曲が最後の室内楽作品となった。この作品のスケッチが始められたのは1889年の初頭である。第一楽章がまず作曲されたが、同年10月29日に最終稿として仕上げられるまでに少なくとも3つの番が書かれた。続く第二楽章は対照的に一気に書き進められて、 同11月9日に完成、全曲が書き上げられたのが1890年1月15日である。しかし、フランクの皇帝バンサンダンディによれば、フランクはすでに1870年代から原楽四重奏曲の構想を温めていたという。この時期には、ちょうどフランクも創設メンバーに加わった国民音楽協会が設立され、ジャック・オフェンバックに代表される、 舞台音楽前世のフランスの音楽界に純音楽志向が高まりつつあったことが特筆される。一旦しまい込まれた弦楽四重奏曲の構想であったが1888年に再び取り上げられ、ダンディが伝えるところによればフランクはピアノの譜面台にベートーベンやシューベルトの弦楽四重奏曲の楽譜を掲げ、これらを研究していたようである。特に本作は、 ベートーベンの後期作品から多くの要素を吸収しているとされるが、その影響は表層的ではないため一見してそれと認め得ることはない。この作品はフランクが裁判人にして初めて一般の聴衆から喝采を浴びた楽曲であった。フランクは遅咲きの作曲家として知られるが、聴衆に受け入れられた時期も極めて遅く、現在では、 名曲として揺るぎない評価を確立している。公共曲に単調やピアノ曲、前奏曲、アリアと終曲などですら、初演時の評価は惨憺たるものであった。しかしながら、フランクは当時のフランスの聴衆の思考に敬語することなく、自らの理想とする音楽を忍耐強く追求し続け、傑作、バイオリン・ソナタなどを通じて少しずつ専門家以外の 聴衆の関心を引く存在となっていく。そしてついに1890年4月19日、サルプレイエールで行われた国民音楽協会の演奏会でのこの曲の初演において、フランクは万来の拍手を浴びることになったのである。これはフランクが没するわずか7ヶ月前のことであった。初演を受け持ったのはメス史重相談であった。楽譜は百九十二年に出版され、 1906年に一般的だったのはパリのアメル社による版だった。約50分曲は4つの学章からなり、循環主題を用いて、緊密に統一されている。ポーコレントマイナスアレグロ4、4拍子に超調そなた形式で、あるが3部形式との融合を図ったかのような特殊な構成となっている。規模の大きな助走部から始まる。 オルガンの響きを思わせる火星的伴奏の上に、第1ヴァイオリンによって助走部の主題が歌われる。この主題は全曲を関連づける第1の循環主題として、この後の楽章にも現れる。この主題と共に、弱音で奏される対照的なフレーニのエピソードが、助走部を形作っていく。フレー1フレーニ助走部の最後で予告されたリズムに、導かれ、二短調で、 そナタ形式の主部へ入り、第一主題が提示される。フレー3勢力的に進められるスイーブの中で、チェロに出されるフレー4は、修学賞で重要となる、第二の循環主題である。フレー4フレー4が、バイオリンでも扱われて印象づけられると情熱に盛り上がっていき、そのまま滑らかに、第一バイオリンとビオラの掛け合いで、蝶々の第二主題が出される。 フレー後クライマックスを形成すると、フレー3号を用いた、結尾区で沈まっていき、定時部を終える。続いて、展開部となるが、テンポを、ポーコレントとして、ビオラ独奏で開始されるのは、フレー1に基づくフガートであり、第2バイオリン、チェロ、第1バイオリンの順で加わっていく。展開が進むにつれて、熱を帯びていき、テンポを再びアレグルに戻すと第一主題による、 通常のそナタの展開部となる。ここでは、フレー3の他にもフレー4やフレー5を含む多くの要素が用いられている。二番町で、第一主題が回帰すると再現部となり、フレー4もこれに続く。第二主題はまずロ町長に出るが、4小節の後に2町長へ移されると、決備学区を導く。トランク色となって落ち着くと、改めてテンポを、 ポーコレントとして二丁調のまま助走部が回帰する。フレイ1がそうされると、フレイ2も続き、最後はフレイ3のリズムの余韻の中、静かに楽章を終える。スケルゾ、ビバーチェさん、八拍子へ、単調メンデルスゾーン風の軽やかさを持つ楽章。低音から高音へ向かって駆け上る、印象的なフレイ6により幕を開ける。ここでは、頻繁に全球詞が挿入され、 大きな効果を上げている。フレー6対象的に流麗なフレー7が第一バイオリンによって提示され、フレー6と共にこの楽章において、中心的な役割を果たす。フレー7トリオは、フレー8に基づいており、ここでも楽奏はフェルマータを付した休符によって、頻繁に遮られる。このトリオでは中頃に、チェロによって、フレー1がふと奏でられる。フレー8その後、 フレー6がピッツェカートを伴って回帰し、短くまとめられると、直ちにフレー7へと接続される。最後はフレー8を用いて静かに収まっていき、弱音のピッツェカートで閉じられる。ラルゲット3、4拍子の蝶々三部形式に近い構成をとる。冒頭からフレー9の叙情的な主題が奏でられるが、この旋律はフレー1とフレー4を素材として導かれたものと思われる。 フレイ9この楽章の第一の部分はフレイ10を挟んでフレイ9が再度奏されることによりそれ自身が三部形式を形成しているフレイ10第2の部分では起伏の大きなアルペジオの伴奏音形に乗って第一バイオリンが高音部で情熱的な旋律を奏するこのフレイ11はフレイ10が提示された際に中西部に現れていたものである調合は 波長長の表記となっているが、繰り返される転調によって調整は、不明確なまま進む。フレー11中間部が大きな盛り上がりを築いた後に、静まると、ピアニッシッシモで、フレー9が再現される。この第3の部分は、第1部の単純な再現ではなく、かなり短くなっている上にポーコアニマートとなって、中間部のエピソードが再び現れるなど、複雑な様相を呈する。 最終的には、フレー10が現れて静かに楽章を終わりへ導く。フィナーレ、アレグロモルトに、二拍子に蝶々を拡大された、そなた形式。威圧的な調子のユニゾンのフレーズで開始する。楽章冒頭ではこのフレーズによって橋渡しされる、形で、これまでの楽章の主要主題が、次々と原型のまま解雇される。まず第3楽章からフレイ9、続いて、 第2楽章のフレー6、そして第1楽章のフレー1である。これは、ベートーベンの公共曲第9番の修学章を想起させるもので、あり、フランク自身もかつてオルガン曲、公共的対局において試みた方法である。フレー12この助走部が終わると、修学章の主題の提示に移る。第1主題は、フレー1に由来しており、ビオラによって導入される。 フレー13、フレー12の断片が出てまとめられると、続いて第2主題群の提示へ移る。3つの材料が用いられ、書きフレーの順番で次々と出されていく。最初に出される超音によるフレー14はフレー4を原型としている。続くのがフレー12の登場で荒れ狂う中で提示されるフレー15。 フレー15からの盛り上がりが一段落つくと勇ましく出されるフレー16である。フレー14、フレー15、フレー16展開部では、提示された多くの要素が対法的に組み合わされて扱われる。さらに、フレー1も加わり、フレー12が場面転換に用いられてたびたび姿を見せる。再現部の開始を明示するのは容易ではないが、約500小節で、第一主題が2度目に、 再現されると、第二主題軍も再現される。再現部が終わりに近づき、一度静まると突如フレイ6が現れる。ここからこうだとなって、フレイ6がそのまま音楽を支配していくと、フレイ13が大方的に絡みついていき、発展したところで音波を引き伸ばされた、フレイ9が朗々と歌われる。クライマックスを築いた後に勢いが落ちていくが、 最後はプレストに転じて、フレー12が現れるとそのまま咳込むように全曲の幕を下ろす。注釈出典。展。ありがとうございます。